こんにちは、ちょうたけです。えっ、ー、と、ぶ、自分ですね、もうね、小学校2年生の時に、あの、高橋弘明っているんですよ。その人に、あの、と、ヤギ八木武史っていう人がいるんだけどさ、その人らにさ、昔いじ,いじめられてさ、高橋弘明に、 バックでここバーンとて叩かれてこう傷つけられてさなんかな反省してなくて謝らなかったわけんだっけでそういうやつ放置しといてさでやっぱそいつまたさ俺が小学校5年生の頃さもう八木武と高橋弘明っていう人がさもうね階段から突き落としてさ俺の足の。 骨を折らしたのよ、うん、で俺、足の骨を折ら,折られてさ、その高橋弘明、ギたけしっていう人にさ、でさ、あのー、なんだっけな、高橋弘明はもう反省して、どうもすみません、このことは誰にも言わないでって言った,言言ったのよ、俺に。誰にも言わないで、もう、悪かったから、絶対このことは誰にも言わないでって言わ,言われたのよ、ここだけの話って。 で俺も黙ってたもうわ絶対悪いことしないんでねって誰にも言わないからって言ったそれがまずかったのよ、うん、普通さ俺のやったことはさ結局犯罪者をかば,ったかばったようなもんじゃん、うん、俺の足の骨を折ったやつを結局かばった俺それが悪いと思うんだよ、うん、それが原因で世の中今の世の中が理不尽になったと思うんだよで俺は被害者なのに加害者をかばった だからさ理不尽な世界になったと思うんだよ今のこの世の中多分それが原因だと思うんだよ、うんうん、でさそれからも高橋輝明反省してると言いながら俺こいつにさ散々いじめられたのよ、うん、次は足のほうれおられるだけじゃ済まないぞとかって言われてさ俺さ時たまその高橋輝けの母親に会いに行くんですよ会わせてくださいっていうかさ今どうしてるんですか会わせてくれないんだっけ もうう逃げてるのよ、うん高橋弘明っていうのがさえっ、ー、とですね高橋弘明っていうのはうん、もうねもうね医者病も何もよこさねえのよ、うん、こういうことがあってんだけどって言ったの今でもさやっぱ傷ついてるしいじめにあったことはやっぱさ傷つくじゃんうん、うん、やっぱさ傷つくし 医者用くらいよくしてもいいんじゃねって言ったのよ、うん。うん。そしたらさ、なんていうか、その、高橋弘明の親がさ、あの、いや、反省してるし、ちゃんと、あなたの親にも、えっ、ー、と、野菜とか、ちゃんと送ってますよって。野菜送ってどうすんのやって感じだ。<laughs> なんで医者用が野菜なんだよって。野菜もらったって嬉しくねえよっていうかさ。うん。 でしつこく追及したらその高橋弘明の親,親のとこに行ったらさ今度その高橋弘明の父親がさ「昔のことぐちぐち言ってんじゃねえぞ」って言われたのよ「なんでやねん」ってさそういう全然反省してねえじゃんもううんとにかく俺の敵はまず高橋弘明だねうんこいつはほんとどうしようもない,い今までの人生の中で一番うん 最悪な人間だったわ、うん、次にその岩手東芝エレクトロニクスも最低だったわ、うん、この2つはあの特に最低なやつはさ、うん、以上ご視聴ありがとうございました。